早速追加事項です。<laughs> なんかもう本当にノープランで進めてて申し訳ないんですが、はい、なんか編集してて、なんか今はどうなってん、今の求人情報とかってどうなってるのかなっていうのをちょっと調べてみようと思って、それをなんか今からやってみてみようかなと思います。 なんか本当にノープランでやってるから後々こういう動画がどんどん追加されてって煩わしいとは思うんですけどまあなんかそれがそれでまたリアルっぽくていいのかなって思いますね <laughs> はいじゃあ早速も無駄話はさておき進めてみましょうか例えばこの求人情報とか楽器製造とかで調べたらあっちをこうやって出てくるんですよね場所とかってまあ 東京にはそんなに多くはないと思うんですけど広告じゃない一番先にあるじゃあこれをまず見てみましょうかああでもヤマハか楽器関係の製造になるんだったらヤマハとかの大手はおすすめだと思いますよヤマハってあこれ聞いた話なんで正確じゃないですけど中国 今ってま中国の発展がすごいじゃないですか。ヤマハってその中国に対するなんすか？この楽器の製造を中国で独自になんか展開していく動きがあるみたいなので、それに見合う。なんか人材というかなんすかね。このマーケティングを結構力を入れてるみたいで、今後ヤマハって発展しそうなんですよ。やっぱり世界とるっていうか。あの。 中国にビジネスを広げてった企業って相当大きくなるでしょうからもしかしたらヤマハって今後伸びる可能性がある企業であるのでおすすめじゃないかなって思いますまあ、先にあるかこれ見てみましょうかやっぱりこの辺なんかあの相場なんですかね動画さっきっていうかあのさっきじゃないや、まあ、皆さんから見たら何日か前かの動画だと思うんですけどだいたいまともな楽器製造の給料で言ったらやっぱり17万 5000ぐらいになまあまあ大体それぐらいが初任給なのかなって思ってていいのかもしれないですよね。まあ地方に行ったら下がってくるのかなって思うんですけど。ただこれって多分営業とか、やっぱ管楽器とかなんですかね。あのギターとかじゃないんですよ、こういうのって。だなんだろうな、このクラシックとかやっぱそれ系ですよね。うん、やっぱギターとかじゃないですよね。 そうなってくると自分が話したこととジャンルが違うから、これ、ああ、でも、未経験よりかはマシかもしんないですよね。うん、基本的に管楽器、打楽器、ピアノとかの、あとパーツっすよね。そうなってくるとギタークラフトは関係ないかもしんないっすよね。木工部品の加工と研磨があるから、 うんまあ、無駄ではならないけど、ああ、でもあれだろうな。この学校を通じてもしかしたらこの辺はいけるかもしれないですよね。まあ、とはいえ、給料だったり、実務時間はまあ約8時間として。でも、怖れなんですね。休、何すかね。実務時間に休憩含めての時間なんですね。これいいですよね。そしたら。あ、違う、これとは別に60分ってことですかね。 とヤマハのは今見た感じこんな感じでリード楽器ってどこだろうちょっと見てみましょうか浜松市か。 うーんなんかパッと見てどういう仕事なんだろうってわかんないっすねこれうーんちょっとよくわかんないっすねこれはこれはうーんこれも管楽器系みたいですねちょっとこれなんか 細かかいのはちょっと飛ばしましまょうか楽器製造に関係する正社員とかを見ていきましょうか何かやっぱ意外と溶接作業ってやっぱ必要になってくるんですねあそりゃそっかあの管楽器とかって溶接ですよねちょっと管楽器は触ったことないんでわかんないですけど そうした意味ではなんかこのの工業系の技術も意外とかかされるみたいですねなんかこういう求人票を見るだけでもあどういうスキルが必要なのかなとかどういうことを勉強していってこうなんですかね生かしていけばいいのかっていうのがこう見えてくるじゃないですかで。求人票を見るだけでも結構必要なところがあるんですよ。 例えばさっき言ったヤマハみたいに、なんか中国展開してくるようなメーカーになってくると、あの中国語を話せてるともしかしたら採用にすごい有利になるとか、例えば海外もう今時もう日本市場で、なんですか、ね、ビジネスやるっていう大手企業って多分少ないと思うんですよね。今後ってこの世界に出てく、世界でビジネスしていくっていう企業がどんどん増えてきますから、そうなってくると、他の、なんですか、この、他の、 同じ同期っていうんですかこのちょっと専門用語わかんないですけど例えばこの求人募集に来てた A さんから C さんまでいたとして A さんは特にスキルありません B さんは楽器製造のスキルだけはありますがそれ以外何もありませんで C さんはどっちか もしもそこまで微妙だけど、英語とか中国語をバリバリ話せますっていう感じだったら、多分この大手企業からしたら、もしかしたら C さんを取っちゃうんじゃないかなって思うんですよ。別に技術なんてこう仕事しながら覚えればいいって、まあまあ、それは会社の理念にもよると思うんですけど、技術面は最悪どうにでもなりますから。いわゆる即,即戦力で世界にビジネスとして広げられる人材かっていうところが結構。 重要になってきそうですよねだから今ってまあこれを言ったらなんかほとんど夢がない話かもしんないですけどギタークラフトの勉強もしつつこの英語なり中国語なりを勉強してった方がまだこの就職の何ですかね範囲っていうか視野は相当広がってくるかもしんないですよね。 だからもう、もしくはギター、あじゃそれったらもう,もう根も葉もないっていうか、だかもう管楽器とかだったらこうして結構仕事は多いんですよね。今こうしてパッと見て、なんかギターっていう単語一個もないですよね。打楽器とかはあるんですよ。まあ、打楽器ってもクラシックとかの関係する打楽器のことだと思うんですけど、 なこの辺のなんか文章にギターっていう単語が今一個もなかった気がするんですけどまあその辺はやっぱりあの話してましたけどやっぱ狭いんです狭いっていうかあの少ないんですよねやっぱり誰かが辞めたからこういう求人が出てくるとかそういうレベルだと思うのであんまりなんか大手でなんですかこう正社員でって期待してるとその時になった時には仕事ないかもしれないですよね なんか木材調達ってのはこれ気になりますねちょっと見てみよううんなんかやっぱこういうところにも気になる多分グローバル環境に柔軟に対応する幅広い知野や知識なんて,て言うんだろう <laughs> 漢字読めないですか <laughs> なんかこのグローバル環境とかっていう、なんかこのより世界になんか、何ですか、世界を考えてるなんか感じっていうか、やっぱりなんかこうなってくると海外から、あ、やっぱそうですね、このなんか語学力ってこう来てますよね。この辺になってきたらやっぱりなんか言葉が喋れるかどうか、おこの辺も、あ、歓迎条件か。こういうなんか、ま、歓迎条件って、 ちょっとあの実際、まあこれぐらいできる人、まあ歓迎じゃないけど、多分必須条件とほぼ同じように見られるんじゃないかなって思いますよね。やっぱそうですよね。語学のこういう必要条件で中級でどれぐらいなんだろう。ああ、やっぱインド、まあそうですよね。インドネシア製って結構今物いいじゃないですか。で、やっぱ安くても物がいいインドネシア製とかインドネシアになんか人口 を置きたいいのかかかもしんなですよね現地とと中国とかこうなってきたら、やっぱりもう外国語喋れないと、まあ大手に入っても給料が高いところにはつけないかもしれないですよね。これはいくらなんだろう。ああ、でも400、800だったら高い。楽器業界では高いですよね。月給も25万だし。あの、これ見て、どうなんだろう。ちょっと他、 正直、自分他の業界を知らないから、あの、楽器業界にいる自分の身として25万っていうのは高いと思いますよ。この音楽業界だけを見た限りでは。あの、音楽業界勤めてて年収400万以上いるって人、あの人っていうのが多分、何、何割もい、何割だろう。1割とか2割とかじゃないかなって思うんですよね。年収400万円の人っていうのが。 個人で稼いでる人か大手のトップクラスの人じゃないと多分400万以上ないと思うんですよ。勝手な想像ですけどね。この業界の給料事情を見てる感じだと。ざっくり計算したら、初任給で年収300万じゃないですか。あの、それだったら、あの、音楽業界では相当高い部類に入りますね。んとはいえ、そのさっき言ったみたいに、 この楽器製造の技術とかじゃなくて、こういう、なんだろう、どっちかっていうと営業になるのかな。なんかこの、いわゆる海外に、もう、もう見てわかる通り、これが必要になるってことは海外に出るってことだと思うんですよ。日本ではやらないかもしれないです。多分、日本でパソコン使って現地のスタッフとやり取りするみたいなことじゃない気がするんですよね。 そうなると、やっぱり海外出れる言葉が喋れるっていう人材が必要になってくるみたいですね。